はい、皆さんこんにちは、アチでございます。曹操さんで、三国志中3ですね、社長プレイですね。ちょっとボリュームを変えました。前パートまで全然ゲームの曲がほとんど音がほとんど出てなかったと思いましたんで、ちょっと大きくしましたけど、大きすぎたらごめんなさい。ただ、調整していこうと思ってますんで、さあ、やっていきましょう。とりあえず巨匠、あ、そうだ。一つ教えていただいてたんですけど、あれですね。環境設定で、もう私、丸投げにしたいということで教えていただいたんですが、なんだこれ。あ、技術選択、施設選択、委任もできるんですね、これね。いや、これはまあいいかなと。防衛出陣。自動にすると主人公以外にその都市から出陣させる権限を持つ武将がいれば、防衛のために出陣を自動的に行います。采配中のみにすると、主人公が采配戦闘中の場合のみを、あ、なるほど、全自動ですね。これで、それでいきましょう。ああ、いや、終了しないよ。これでいっちゃいましょう。さあ、で、私は今、陳竜に言うんでしょ。陳竜で、陳竜でね、あれは、うちのあれだね、ウキンさんだね、足踏みすごいね。じゃあね、あとね、私聞いたんですけど、表情ね、都市表情っていうのは、大衆が勝手にやってくれてんかなと思ってたら、違うみたいですね。だもんで、都市表情を行っちゃいましょう。でね、呼んでも仕方ないかな。いや、でも一応呼んじゃおうか。一応呼んでみましょう。はい、手いくらで表情に参加するよう伝えてくれと。で、表情やっちゃいましょうか。はい、提案のあるものがいいな。吹き出しの出ているウニム状。あ、これはどうでもいいか。表情ね。あれ？ちょっと待って。報告します。閣下様の西北での。あ、どうぞ。いいぞ。はい、いいですよ。あら。あ、これか。はい？ちょっと待って。これは、都市攻略はあれだね。あ、任務。あ、西北に行くの？はあ。あ、そっか。西北に行かないといけないのね。西北の都市表示をするのね。え関東のためにこれよりこの地は粗相の地とすると。ああ、そうだね。作った方がいいよね。お金がない。ダメですね。はい、西北入りましょう。11日以内にと。はい。よくおいでください。あ、違った。ごめんなさい。そっちじゃないわ。清張ね。いざ、表情を始めん。あ、陳竜の表情を本国でするのか。策がござる。あ、来た。これだな。申し上げまする。はい。さて、わしも、いや、もう、テイクさんだっけ？ああ、テイクさんだね。皆さんテイクさんですね。もうこれは都市攻略だわ。こうなったか。はい。テイクも賛成のものが多かったようだと。いや、とりあえずね、とりあえずちょっと待ってね。お金がない。お金がないんで、全然ないね。ほんと早く取りに行かないとダメだね。さあ行ってくれっかなと。でね、じゃあね、あなた175日もあるんで、よっこいしょ。じゃあとりあえずね、あ、両夫がいるんだね。じゃあとりあえず開封を抑えようか。お任せあれ。さあ、じゃあ私戻って、私は何かな。ああ、そっか。功績報告回数、功績、ちょっと待ってね。これは何が足らないの。あ、絶戦か。とりあえず、じゃあ、功績を、ちょっと待ってね。武将ね、忠誠の悪い人いないかい。
いるね。牧羊珍竜西北。ハイゲーショーさんね、あのコメントでハイゲーショーさんのこのポーズが、なか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 気になる方っていうのが、お聞きしたんですけど、これ何のポーズだろうね。そうだよね。黄金の乱後収束とともに山賊となるので、で通りかかった蝶の馬を確かに、あ、蝶の馬を奪おうとしてるのかな。そうかもしれないね。ね、どうしよう。じゃあね、私何か道具あったかな。道具というか、いや武将じゃなかったごめんなさい。私ね、名品持ってる。あ持ってんね。じゃあちょっと誰だっけ、陽平さんだじゃなくて拝元将さんか。拝元将さんちょっとお伺いしましょうか。ね、あなたなんか、これか、両方名品。あ、これ酒か。酒も OK か。ちょっと待ってね、俳優さん88でしょ、中性88だからね。まあ96でも95、6でもやられるときやられちゃいますけどね。さあ、じゃあ談話だけしましょうか。ちょいと考えたんだが。はい、だと。じゃあどうしようかな。とりあえず 3,000 これキャンセルしてもいいかなと思うんだけど、誰の依頼だっけ。いやー、ちょっとこれは後で置いときましょう。じゃあ功績をあげましょうか。よくおいでくださいました。すいません、間違えました。また間違えちゃいましたね。あとずいっぺん酒場行ってみましょうか。で、談話こうしてはどうだ。はい、兵が多いほどっていうような感じでしたかね。じゃあね、成長じゃなくこれで功績報告しましょう。誰の。そうだね、軍事重心か。ほっといても上がっていくよね、中はね。拝元将さん、拝元将さんちょっと開けましょうか。着手戦。はい、開封の制圧を進める。ものども進めた。いやー、もうね、お金がないから変に指示出せないね。はい、拝元将さんが功績上がりましたよと。はい、親近感が上がりましたよと。で、私はあと何回やらないといけないんだい。あ、功績報告回数終わったんだね。あ、じゃあもう功績報告はしなくていいと。あとは、じゃあね、上げるためには、あ、任務達成回数か。任務ね、はい、どうぞ。考えがござる。西北はもっと商業に。ああ、そう、おっしゃる通りですね。いいぞ。いいですよ、と。お金がないんです。あ、兵糧もないよね。ちょっと周り見てみましょうか。珍竜が、うわぁ、みんなないね。こうなったら早く将を抑えてもらわないとね。まだ動かないですね、我々の部下たちは。早く行ってほしいんですけどね。じゃあその間お金も使うこともできずになんで、仲良くしましょうか。店員さん行こうかな。何かおかわりでも。ロンギね、人ひらめいた。はい。東卓の死後、朝廷の実権は東卓の残党である李角郭氏へと渡るも、両者の間には戦力争いが勃発した。彼らの戦法に憂えていた検定は争いに乗じて長安を脱出、洛陽近郊に領地を持つ、曹操へ救援を要請する。検定よりの勅命を受けた曹操は配下を集めて軍議を開き、皇帝救援の是非を問うた。進めかねまする。艦長の権威はすでに地に落ちたも同然です。今さら帝をお助けすることに何の意味がありましょうか、というのは曹光さんの意見なんですね。それはさすがに強引に過ぎましょう。それは過言でございましょう。民は未だ朝廷を崇拝、尊崇しており、帝をお助けすれば民心は我なり帰しまする、と提案いたします。まして名目上は関心たる軍友と渡り合う上で、帝という大義
を背負う、理は計り知れません。ここは急ぎ救援に向かうべきです。まあ、ジュニクさんは漢王朝の復興を願ってたんですかね。ほうも。おお、選べるんですね。これはもう歴史通りに検定を保護しましょう。うん。ジュニクの言語最もであると。大義を背負うが、天界の近道である。前後演伝える我らは直ちに楽園もかと。これ本当に舞台やるのかな。一方、検定もわずかな共回りとともに楽園へと到達していた。ああ、なんとも無残な。宮殿も建物もひどいありようではないか。もはやこれでは人が住むことも。申し上げます、ご中心にございます。理覚と各地率いる軍勢が西方より楽園へ詰まっているとのこと。なんと、そうそう、間に合わないんだか。陛下、死んだ命を捨てて戦う所存になれば、御身は、一時楽園を離れくださいと。東からも理覚各地の軍勢が、いや、あれはと。援軍が到着しました。曹操軍です。曹操軍の救援が到着しました。曹操軍の猛攻前に理覚各地はなすすべもなく回走、軍勢を率いた曹操は楽園へと入城した。よく来てくれた曹操よ。そなたは誠国家の中席だ。ありがたし、ありがたきお言葉にございます。しかし理覚各地へまだ健在、いずれまた兵を挙げて攻め寄せましょう。つきましてはこの曹元国陛下に申し上げたき義がございます。許す申してみよう。失礼いたす。この楽園は荒廃を極め、城塞の防備をおろか食料にもことかく様子。その一方で巨匠は城郭宮殿があり、民は富、防備も万全にございまする。どうか巨匠へのご戦闘をお考えくだされ。あ、分かった。そうそう、そなたに全てを任せようと。承知。ははっと。おお、かくして巨匠への戦闘はなり、曹操は検定という大義をその手にしたのである。あは、もう巨匠を治めちゃったのかい。おお、曹操検定を擁立し巨匠に戦闘する。曹操の義理実績が上昇。こういう北海を放棄し曹操を頼る。長州長斎の後次縁に移動。曹操四国に任せられ。ああ、なんかもうほんと手の時が出るね。この後ほんとすごいわ。曹操軍が五冠皇帝を擁立しました。公有軍が滅亡しました。長斎が死亡しました。長州が長斎の後継ぎ君主となりました。十二軍の重心特性構成無視で曹操軍は配下武将の中性が上昇しました。西北の商業が発展したため市場に新たな施設を建設できます。建設する施設を選んでください。いいのはこれなんですよね。あ、もう攻撃場持ってるからこれに行っておきましょう。作業期間短縮ですね。西北に鋳造所を建設しようと。政府に商業が高まり鋳造所が建設されました。曹操の命に全土が曹操の命が全土に轟き、12人の武将が畏敬の念を抱きましたと。こうなったか。おお、純肉さんだね。特に純肉の働きは抜群の一番に限る、尽きる、まさしく称賛に値するぞ。身に余る光栄にございます。はい、さすがは純肉だな。立ちの及びたこれではありませんな。皆よく働いてくれた。これからも一層励んでくれた。で、私楽園にいるんだね。もう楽園を抑えてんの。ちょっと待って。あ、我々楽園にいるんだね。ちょっと楽園の復興はまあもちろんのこと、巨匠は、あ、巨匠首都なんだよね。でも楽園に私いるんだね。どうしようかな。あ、一気に広がった。これはいい。どうしよう。私も巨匠に行くべきだと思うんだけどね。そうだ、楽園を誰かに任そうか。候補数先生に任す。ちょっと考えましょうか。ここの武将の中性度、あ、悪いね、89。あ、肺炎症さんだね。どうしよう。純肉さんは絶対いるよね。閣下さんも絶対いるよね。で、こっちは何人いるの。巨匠は8人、7人の4人、西北少ないね、6人。ちょっと西北にも分配しましょうか。
いやーちょっとね、この後のイベントはね、あんまりいいイベントじゃない気がするんでね、できれば発生させたくないですよね。となると縁を先に落とすべきなのかな。難しいね、イベント発生した方がいいのかなっていうね気もするんですけどね。もう店員さんがね、店員さんの絡みになっちゃうんでね、きっとね、この後のイベントは。ただ炎章さん早くぶっ潰したいんですけどね。なかなか縦にね伸びちゃってる、縦か横に伸びちゃってるよねこれね。さあじゃあね、とりあえず対処任命しないといけないよね。ここは私じゃ、あでもその前に移動しようか。さっきね移動命令、そうね、西北にちょっと人が少ないんで、うん、所属でちょっと絞りましょうか。北海は 1,2,3,4,5,6 人、北海は置いときましょうか。牧場が多いんですよね。 1,2,3,4,5,6,7 人。あー陽氷さんね、西北に行かない方がいいな。でもかといって牧場ももう隣接してんだけどね隣接してんだけどね。あ満潮さんか、いや満潮さん落葉に置こうか。満潮さんを落葉に置いちゃいましょう。陳流じゃね、あ陳流も少ないね。巨匠かな。少陽さんめっちゃいいんですけどね、この人むちゃくちゃできる人なんで。少陽さん、少陽さんと、あとりあえず少陽さんを動かして、で、あとね、落葉に、あ、ごめんなさい。巨匠にね、私、純育さん。で、カッカさん欲しいよね。カッカさん、カッカさん。カッカさんね。カッカさん、あら、どこだよ、カッカさん、カッカさん、カッカさん。あ、カッカさんね。候補層さんを置いていきましょうか。で、はい。はい、候補層さんいいですよ。承知いたしました。はい。で、あれ？お、対処任命できないかいここ。あ、そうだ。あら、そうか、こんだけしか対処なれないのか。じゃあ、倉庫さんどこ？え、は対処やってんだね、倉庫さんね。この頭さんには対処だから。東照さん任せるか。中性100になってんだね、東照さんね。この頃はいいのかな。報告を扱っております。じゃあこれで東照さんが対象になったでしょうね。ということなので、西北対象いないの？ちょっと待ってちょっと、あー西北対象いないわ。対象はせめて対象はね、対処になれる人がいないんだ。早く皆さんの功績あげないといけないね。となると早速移動だね。賞罰、あ、官職与えられる、自動昇格。あ、そっか、これ自分の官職にも、官職が高ければそんだけ与えられるっていうことだよね。じゃあね、これで、でだ。移動ね。私、巨匠に行きたい。あ、巨匠に移動するんだね。あ、そうかそうか、そうかそうか、移動したんだわ、もう。じゃあ、あとは、もうちょっと、人のバランス取らないといけないね。あ、でもバランス取れてるか。巨匠から西北に一人、かな。巨匠から西北に一人かな。誰？ああ、シュートさん。ああ、そうだね。あ、リケンさんなんかすっごいいいけどね。リケンさん本国置いとこっか。シュートさん連れて行こう。はい、これで。まあまあそこそこバランス取れたかなという感じですね。早く誰か対象になれる人作らないといけませんね。
というわけでね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。ソウソさんです。三国志13社長プレイですね。終わっておきたいと思います。ありがとうございました。